今日ですね、ポケットメールの紹介コーナーになります。姫路市東堀にある姫チキンさんに今日は取材に来てます。今世間では唐揚げのテイクアウトのお店が結構増えててブームになってると思うんですけども、姫チキンさんではどんな唐揚げが出てくるのかすごい楽しみです。早速行ってみましょう。唐揚げのお店って聞いて今日来たんですけども、はい、おすすめのものとかありますかね。はい、おすすめは姫路唐揚げ定食です。あ、これですかね。はい、これ普通の唐揚げとは違うんですか。全然違いますね。ではどうしましょうか、それさせてもらいましょうか。他に何か変わったものとかあれば。これ何ですか。あ、それはもう、はい、チーズにつけてもらって唐揚げとかお野菜とか。へ、すごいですね。これちょっと一つお願いしてもいいですか。はい、わかりました。ありがとうございます。新しいチーズフォンデュの唐揚げ。はい、わかりました。ありがとうございます。特徴のお店やと聞いてきたんですけど、はい、何年前ぐらいからされてるんですかね。そうですね、唐揚げを扱ったのは、まあ、約30年ほど前ですね。30年。はい。ここのお店っていつからされてるんですか。ここのお店は今年入ってから8月。はい。姫路唐揚げでちょっと違うってさっきお話いただいたんですけど、はい、その特徴とかセールスポイントってあったりするんですか。そうですね、うちの姫路唐揚げはタレに漬け込んで、まあ、一晩漬け込みます。鶏肉もももの方を使ってますので、それをオリジナルの粉で、まぶして、それを、二度揚げさせていただきます。もう絶対二度揚げっていう方が基準なんで。それでまたその秘伝のタレっていうのがありまして、まあ、生姜醤油ベースのタレになるんですけど、生姜醤油で食べると美味しくないので、それはこちらで開発させていただき、秘伝のタレを作らせていただき、それをかけて食べていただくという形になります。基本的には全部企業秘密。そうですね、全てがオリジナルになってますので、はい、まさにここでしか食べれないオンリーワンの唐揚げになる。そうですね。なるほど。でこれ夜に来てもこの値段で食べれるんですか。申し訳ないです、サービス料金になりますので、まあ、夕方からちょっと値段上げさせてもらうことになります、まあ、それが正規の料金ということですね。なるほど、はい、なるほど。880円はランチの、はい、サービス価格。はい、なるほど。ランチに来るとお得ですね。そうですね。なるほど。唐揚げってやっぱり大人から子供までみんな大好きですよね。そうですね、皆さん好きですね。子供さんの中に多いのはアレルギーの子供さんが多いので、卵のアレルギーの方が結構おられると思うんですね。当店の唐揚げは卵と小麦粉は一切使わず仕上げていますので、ご安心してお召し上がりになっておりますので、はい、よろしくお願いします。これ唐揚げね、すごい量だと思うんですけど、これ880円で本当大丈夫なんですか。まあ、現在鶏肉の値段が高騰してまして、正直きついはきついんですけど、お客さんに喜んでいただくためにその値段にさせていただいて、ご飯もお味噌汁もおかわりご自由にさせていただくようにしています。これおかわりも無料なんですか。はい、はい、これは安いね。はい、お待たせしました。これ本当に一人前で合ってます。はい、合ってます。はい、これ撮影が多いとかじゃないですか。いや、違います。ほんまにですか。はい、見てください、これすごいね。いや、そらこれ880円や、そらサービスランチやね。これでご飯もお味噌汁もおかわり自由。それもこれ野菜結構今高いのにガッツリ。いただきます。これタレにつけてから食べるんですか。はい、そうです。いや、初めてかもしれないですね。ちょっと早速。いや、サクサクやね、もう音が掴んだだけでサクサクやね。秘伝のタレ、うん、いや、ほんまや、めっちゃ美味しい。これ生姜醤油ベースの。そうです。うん、初めてタレつけて唐揚げ食べましたけど、めちゃくちゃ美味しいね。ここまでサクサクって音聞こえました、うん、めちゃくちゃサクサクやね。これ鶏肉もすごいしっかり味がついてて、いや、美味しい。あ、ピラさん、まだですね、チーズ鍋が今から出てくるんでちょっと食べ過ぎん方がいいんちゃいます。そうですね。これってそのテイクアウトというか残った分持ち帰りってできるんですか。あ、できますよ。あ、できるんですか。はい、
まあ、テイクアウトもお願いします。はい、はい、すいません、ございます。うわ、すごいマジっすか、ありがとうございます。完全に一人で食べる量じゃないのが出てきますね。いただきます。これ唐揚げも種類が違うんですか、もしかして。3種類、はい、これがさっき食べた日持ち君、ね、それが塩唐揚げ。塩唐揚げ、おー、これがこれなんすか。ハニーマスタードマヨ。ハニーマスタードマヨ、これもしかしてヤンニョムチキンですか。そうですね、今流行りですね。これで2人前ですね。2人前ですね。うん、美味しい。やっぱ唐揚げとチーズめちゃくちゃ合うね。野菜とかも出しない。うん、めっちゃ伸びる。トロットレーね。え、これってクリスマスのシーズンだけとかって言うことやったりするんですか。いや、もうずっとやってる。これめっちゃいい。いや、うまっ。これがヤンニョムチキンですか。そうです。これちょっと辛いんですか。そうですね、辛いですね。難しい。いや、うまいね。ちょっと甘辛くて、うん、美味しい。これよく聞きますもんね、ヤンニョムチキンって。これもチーズにつけて食べてもらえる。あ、大丈夫です。いや、ほんまにちょっと辛い。ピリッとする。あー、後から来る感じ。後から来る感じです。これチーズめちゃめちゃうね。辛い乾燥チーズが熱っ。うん、うん、うん。いや、だいぶ頑張ったんですけど、ちょっとお腹いっぱいなんで。これもテイクアウトとかできます。はい、できます。お願いします。ちょっとこれ残ってるもん、これと一緒に、はい、できたらと思います。はい、ありがとうございました。お願いします。今日全然食べてないんです。いや、すごいボリュームなんですよこれ。写真で見るんとね、だいぶ多いんですよ、実は。で、唐揚げも一個一個めちゃめちゃ大きくて、めちゃめちゃ美味しかったんですけど、ちょっと食べきれないんです。今日ありがとうございました。どうもありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。当店の唐揚げは安心安全をモットーにして、どこにも真似はできない姫路唐揚げという商品になりますので、また皆さんよろしくお願いいたします。またぜひ食べに来てください。